ようございます。安藤理玲です。東京でタイ料理教室をしております。本日のテーマはですね、令和の米不足とタイ米のすすめということでお話しさせていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。この配信ではですね、レッスンではお話ししきれないようなタイ料理にまつわるお話、ハーブ、スパイスのお話、あと伝統医学を使ってね、体質改善プログラムというのをやっておりますので、そちらでね、お悩みの多い、ダイエットですとか、あとはまあ不調改善ですね、デトックスに関してお話しさせていただいております。はい、ということでですね、本日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よかったら見ていってください。はい。ということでですね、お米皆さんありますか？なんかうちはですね、幸いなことに定期便ではないんですけど、こう定期的に来てるので、お米ないんだというかね、ない方には死活問題だと思う、ない方にはね、ちょっと大変かなとは思うんですけど、いやスーパーで本当にないですね。ちょっとびっくりしました。あんまりそういう理由でね、お米コーナーって見てなかったんですけど、なんかないないっていうねお話を、聞くようになりましたね。はい、ということで、ちょいちょいやっぱり聞かれるようになったので、今日はちょっとタイ米についてお話しさせていただけたらなと思います。はい、で、私の配信とか私の発信を聞いてくださってる方って、タイ料理がやっぱりどっちかというと好きだから、タイ米に対してそんなマイナスなイメージは持ってないと思うんですけど、一応ね、お話しさせていただこうかなと思ってるのが、それこそ私が小学生ぐらいの時に、平成1993年とかでしたっけ、平成にも米不足になってタイ米騒動ってありましたよね。覚えてらっしゃる方多分覚えてらっしゃるんだと思うんですけど、で、そう、私の中ではなんかもうタイ料理も普及してきたし、結構プラスなねイメージ、ヘルシーとか健康にいいとか、なんかそういう美味しいみたいなっていうイメージがあったので、なんかもうあんまりそういうマイナスなイメージはないかなと思ってたら、うちの娘がですね、塾でなんかそのタイ米って美味しくないんでしょみたいな、こと言われたんだけどみたいな話をしてきて、なんか先生がなんかやっぱりちょっとマイナスなイメージを持ってらしたのか、なんかまずいってイメージがついたってお話をされたのかがちょっとわからないんですけど、やっぱりまだそういうイメージがあるんだなと、ちょっと思ったので、お話しさせていただけたらなと思います。はい、で、タイ米すごいおすすめです。で、おすすめな理由は後で言うんですけど、なんでタイ米がまずいっていうね、その平成の時にイメージがついちゃったかっていうお話をさせていただきたいんですけど、そもそもですね、あの時に、来ていたお米と今日本にあるお米っていうのは違うんですよ。で、あの時来ていたお米っていうのは、日本政府がね、タイ政府に多分お願いしたからだったと思うんですけど、これ違ったらすいません、訂正してください。確かそんな感じで要請して、で、タイ政府がね、助けてくれたわけなんですよね。その時に備蓄米を送られてきたんですね。なので、タイの方でも備蓄米だったっていうこともあったのと、いわゆるどちらかというと備蓄米ってことは新米とかではないですよね。日本人の大好きな新米とかではなくて古米の方になってくるっていうのと、あとタイって2期生で米を稲作してるんですけど、1期生の方が品質が良くて、2期生の方がね、ちょっと固めで、あまり品質的には良くないと言われています。時期的なものですね、これに関しては時期的なものなので、1期の方が美味しいよって、2期よりは1期の方が美味しいよって言われています。で、そのお米が来てたっていうことをですね、いわゆるだから今日本にあるお米っていうのはほぼほぼジャスミンライスですよね。はい、で、ジャスミンライスって何かっていうと、日本のコシヒカリと言われてるものと、大体同じものだと思って、ブランド米ですね。ブランド米で最高品種と言われてるので、日本でいうとコシヒカリぐらいな、イメージで言っていただくといいかなと思います。で、大体日本にあるお米っていうのは、ジャスミンライスっていう名前で売られてますし、実際だからその品種のものが多いというかメインだと思うんですね。なので、そういう意味で言うと今のタイ米っていうのはすごく美味しいものが日本に入ってきてるっていうことですね。はい、で、
なので、そうですね、平成のものと同列にして考えないでいただきたいなっていうのがちょっとあります。なので日本のお米が今足りないっていうところで、ぜひねちょっとタイ米にチャレンジしていただけたらなと思っております。じゃあ、なんでタイ米がおすすめかっていう話をねさせていただきたいと思うんですけど、タイ米は美味しい、私の周りはね、美味しいですよねっていうお話をさせてくだ言ってくださる方が多いんですけど、そもそもですね、低GI 食品ですね、低GI 食材になりますので、低GI っていうのは血糖値が急激に上がらないで緩やかに上がっていくと言われてます。これに関してはいくつか動画を出してたり、ブログでも書いてあるので詳しくはそちらを見ていただくといいと思うんですけど、アミロース、アミロペクチンっていう成分があってですね、でんぷんですね、でんぷんの中でもアミロース、アミロペクチンっていうのがあって、でそれが、タイ米の方はアミロースがほぼほぼ入っているっていうことで、そのアミロースが多いことによってその低 GI、消化 の過程の話になっていくんですけど、分解していくときにゆっくりと血糖値が上がるようになっていくっていうね食材になります。それに対して日本米っていうのはやっぱりもちもちっとした食感、アミロペクチンが出してますので、そういう意味で言うと結構急激にこう上がりやすかったり下がりやすかったりっていうようなね状態を引き起こしやすいと言われているので、そういう意味で言うとタイ米の方が血糖値が上がりづらくてヘルシーっていうことですね。ありがとうございます。森さん、よかったら聞いてってください。はい、ということで、タイ米のねおすすめの理由、その1はですね、低 GI 食品っていうことですね。なので、緩やかに血糖値が上昇していくので、体にもいいというか、血糖値の乱高下がね、なりにくいっていうね利点がありますっていうことです。あと、2つ目はですね、カロリー的に言うと、日本米とタイ米と、ほぼほぼ変わらなくて、若干タイ米の方が高いかなっていうぐらいなんですけど、そうですね、消化に負担がかからないですね。さっき言ったように、消化がゆっくりされていくので、ドカンとこう来て一気に消化しなきゃいけないっていう状態にはならないので、そういう意味では消化に優しい食品食材、タイ米の方がかなっていうふうに思います。はい、ということで、タイ米をねうまく使っていただきたいとは思ってるんですけど、じゃあどうやって使っていったらいいかっていうお話をねさせていただきたいと思います。やっぱり、パラッとしてるのでインディカ米ですね、パラッとして、さっぱりしてますよね。もちもちっとした食感はないんですけれども、そういう意味で言うと和食のようなちょっと味付けのね薄くて素材の味を生かしたような食材というかおかずっていうよりは、やっぱりしっかりガツンと、味の濃いものっていうのがよく合うと思います。で特にですね、タイ料理の甘い辛い酸っぱいのね味が、しっかりしてるものにはすごくよく合いますし、あとはですねニンニクをしっかり効かせると、すごくニンニクしっかり効かせて、そこそこ油でコクを出したものおかずっていうのもすごくよく合うかなと思います。はい、あとはやっぱりピラフとか、チャーハンなんかにはやっぱりすごくいいですね。お米が潰れないので、潰れにくいのでパラッと仕上がりますね。なので、うまくねタイ米も織り交ぜて日常の生活に使っていただけたらなと思います。はい、なんか質問とかありそうですか？あと何を言おうと思ったかな。あとおすすめはですね、おかゆです。そう、タイ米のおかゆってすごく美味しいの知ってました？日本米みたいにやっぱりアミロペクチンがね中身も言いますけど入ってないので、べちゃつかないというか粘っこくならないんですよ。ずっとサラッとしてるんですよ。でどん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 そのお米の形を保ったまま、吸収していくので、なんかね本当大さじ1の、タイ米で入れた分だけ膨らむんで、すごいねおかゆはダイエットにいいと思います。で満足感も、ほぼほぼ水分なんですけど満足感も得られるし、すごくこれはねタイ米のおかゆっていうのはおすすめなので、ぜひやっていただけたらなと思います。当然ねその日本米に比べて甘みとかはそこまで高いわけじゃないので、味はねちょっと足したりとか、あとはさっき言ったようにちょっと濃いめの味付けのおかずと一緒に食べていただくといいかなと思います。ちなみに梅干し、タイのおかゆに合わせる梅の味のナムブアイだったかな、ナムブアイが、あったりもするので、やっぱりおかゆには梅なんだなってちょっとね、文化の
ちょっと共通点を見つけたりして面白かったんですけど、梅干しも合いますので、ぜひ、梅干しねやっていただけたらいいかなと思います。ただタイ米の場合はやっぱりちょっとそれにプラスアルファするといいですね。梅干し、あの単なるシンプルな梅干しもまあ合わなくはないんですけど、それにプラスしてちょっと甘み足したりとか、やっぱりニンニクですね、ニンニクガーリックオイル入れたりとかすると一気にすごく美味しくなりますので、ぜひちょっとね試していただけたらなと思います。はい、ということで大丈夫そうでしょうか。なんかねコメントとか質問とかあったら、あの動画でねご覧いただいている方も、アーカイブでねご覧いただいている方も結構多いので、よかったら、コメントとかね、して質問していただけたらと思います。あとなんかおすすめのこの私はこのタイ米のなんだろう、このタイ米レシピ、このタイ米レシピが好きみたいのがあればぜひね、タイ米レシピってもあのお米がね主食だから、まあ、チャーハンとか、おかゆとか、ピラフとか、炊き込みご飯とかになるのかな、ですけど、なんかこれは本当好きですみたいのがあればね、ぜひコメント欄にも、書いて教えていただけたらなと思います。はい、あカオマンガイかな、うん、カオマンガイはやっぱりタイ米の方が美味しいので、ぜひね、作っていただけたらなと思います。あれも普通に家で簡単に作れるんですけど、まあ、キットとかもねあるんで、ぜひちょっとやってみていただけたらなと思います。はい、ということで、大丈夫そうでしょうか。はい、でオンラインレッスンとか、対面レッスンとかでね、対米の炊き方とかも、教えておりますし、あとは今度ねキノコの炊き込みご飯を作ったりもするので、ぜひレッスンの方にもね、ちょっと、チェックしてみて、あこれ美味しそうだなと思ったら参加していただけたらなと思います。はい、あかずさんおはようございます、ありがとうございます。はい、ということでですね、でもねちょっとだいぶお話が終わりそうな感じです、今日は。はい、大丈夫そうかな、うん。で、まあ、まとめますとね、タイ米おすすめ、全然平成の時と違って美味しいお米が今はありますので、ぜひ積極的に食べていただけたらなと思います。はい、ま、うん、パックご飯とかもねありますのでね、ぜひぜひ、あ終わっちゃうところでした、あそうですね、すいません。はい、パックご飯とかもね、タイ米のあったりしてて、へーとか思うんですね。やっぱり、カレーとかには、カレーは全然いけますし、そうね、そのままやっぱりお粥も合うし、ピラフ、チャーハン、あとまあガパオとか、そういう味が合うね、おかずを使うといいんじゃない、味が濃いと合うっていう言い方もしましたけど、結局やっぱり私思うに、ニンニクが一番キーだと思うんですよね。ニンニクをたくさん使う、でガーリックオイルかけると、途端にタイ米に合うようになりますね、うん、それがやっぱり一番大きいんじゃないかなって今ちょっとお話ししてて思いましたね。甘い辛い酸っぱいもキーかなとは思うんですけど、うん、ニンニクが肝かなと思いますので、ニンニクたっぷりのね、食事にもしよかったら合わせてみていただけるかなと思います。あ、皆さんありがとうございます。台湾は炊けるの早いし、美味しいし、炊き込みご飯にしても合うし、いいですよね。そう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 、そうなんですよ。炊き込みご飯も実は美味しいので、ぜひちょっとね、チャレンジしてみていただけたらなと思います。はい。大丈夫そうでしょうかね。確かに香りがあるものに合うかも。そう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 。まあ、タイ米自体がね、カオホンマリ、今出回ってるね、ジャスミンライスってなんで、まあ、カオホンマリっていうかっていうと、たまにというか、まあまあな確率でいらっしゃるんですけど、ジャスミンと一緒に炊いてるとかね、そういうようなね、と思ってましたっていう風にね、言われること結構あるんですけど、あれはそういうわけじゃなくて、炊いた時の香りがジャスミンの香りに似てるっていうことで、カオがご飯で、ホンマリっていうのがジャスミンなんですけど、ジャスミンライスという風に言われてるんですね。なので、結構香りが強いといえば強いですね。その香りが、まあ、好きな人は好きだし、うん、日本米と比較して、うん、ちょっとって思っちゃう方がいるのかもしれないですね。そういう意味だと、まあ、香りが、強い、負けないものに良いかもしれないですね。はい。ということで、ぜひ、お米がない、日本米がないっていう方はですね、タイ米にチャレンジしてみていただけたらなと思います。で、結構私、いろいろレシピとか、無料で提供したりしているので、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。LINE とね、メルマガ登録していただきますと、それこそ、まあ、ご飯に、タイ米に合うようなおかずも、いくつか入ってますので、
レシピ集ですね、デトックス、あのハーブの効能とかも載ってますので、デトックスレシピ集配布しておりますので、よかったら LINE かメルマガに、両方でもいいです、登録していただけたらと思います。はい、ということで、ちょっと長々なってしまいましたけど、本日はですね、タイ米ぜひおすすめだよっていうね、お話をさせていただきました。はい、ぜひちょっとこれを機会にね、チャレンジしていただけたらと思います。結構ハマる人はハマるんでね、はい、で体にもいいと思いますので、ぜひちょっと、レパートリーに入れていただけたらと思います。はい、ということで本日も、ご視聴いただきありがとうございました。この配信がね、面白かったなとかね、いいなとか思ったら、ぜひ動画の方もアーカイブの方もハートマークで、お知らせください。やる気になります、本当に。はい、ありがとうございます。はい、ということで、すいません、ということでばっかり言ってるけど、今日はね、終わりにさせていただきたいと思います。どうぞ良い一日をお過ごしください。ではでは。